はい、それではですね、口先番長がどんなゲームなのかちょっと見ていきましょうか。はい、はい、ということで、じゃあ、はい、ゲーム画面映ってますでしょうか。しっとり最高さっき PV で言ってましたよねあれ冷静だったんですねじゃあですね、はい、どんなルールよこれ、はい、どんなルールなのよということで、はい、じゃあストーリーをまあちょっと選んでいきますね。まあ、初めなので、はい、じゃあ一番最初の音がちょっと出てない、ちょっと待ってくださいね。はい、どうですか。 OK、 すみません。それでは一番最初のステージをじゃあガッチバにちょっとやってもらおうかな。あ、俺やっていいの。マジで、はい、いいですか。ちょっと頭働く、はい、やべえかもしれない。一番下のやつね。よし、口先だけ番長やってるわ。おー、いいね。いいよ。で、そのまま出発。出発、はい、これ出発読むのこれ。はい、出発です。あ、読むの読みますよ。いきますね、口先だけ番長。うわ、なにこれ。これ左のが番長、自分ですね。お、なんすか、俺が相手だ。おー、右が昔の俺みたいそんなだったの昔。小学生の時ソリ入ってんじゃないですか、ね、勝負じゃ勝負じゃ。はい、というわけで、しりとりをやっていくんですけど、初めは「も」からスタートですね。上に出てるんですけども、はい、で下に50音が出てるんですけど、50全部あるわけじゃなくて、まあ消えてるのもあるんですけど、まあ、しりとりで何か言葉をじゃあ、はい、も「も」の続くこと、ね、も」の言葉を頑張って。何でもいいよ。も」「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 帰りたい」木字。あ、そう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 、そんな感じで字字です。じいさうん、でも、んで終わっちゃうとあ、ダメなの。ダメ。あ、そうか、しりとりだよ。そうだった。はい、んで終わるとスコアが半分になっちゃいます。はい、でですね、2文字からいけるんですけども。はい、って言うね。2文字からいけるんですが、コンボにならないので3文字以上を続けていくことでコンボになります。またですね、文字数が長ければ長いほど、スコアが高いので、なるべく長い文字を。あっと時間が来る。頑張れ。あー、打てた打てた。まだまだまだ。あー、これでどうなの。そこまで若い、もう教えていただいて。はい、どうするこれで。で、この後ですね、さっき打っ、これ、打ったので、こう殴り合ってるんですね。という感じで、殴り合いました。なるほど。でもなんか、その場で限られた言葉で打つって結構難しいですよね。そうですね、焦っちゃう。じゃあ、次、打つってなんだよ。なんだよ。苦し紛れで打ったんだよ。打ったら入ってたんですよね。ということで、まあ、こんな感じでしりとりで戦っていくゲームなんですけども、ガチマンさん、しりとり思い出しました？あ、なんとなく今覚えましたね。あ、じゃあ、はい、じゃあレベル1から。でもですね、これ普通にやるだけじゃやっぱ難しいと思うんですよ。なので、ここで、このゲームのですね、はい、機能としまして単語登録っていうのがあります。単語登録、はい、その登録をしているとゲームを有利に進めることができるので、いい、ね、まあ、ちょっと登録したデータがこちらにございますのでということで、はい、あ、もうある、はい、ある。切り替えていきましょうか。じゃあ、なんかどんなエッチな言葉が入ってるね、料理番組みたいですね、なんかこちらにございますのでっていう。あ、出来上がってる、はい、というわけで、こう変えれますかね。あ、音が出てない。予測変換みたいに普段使ってる言葉とか入ってるわけ。ですね、最大で、まあ、レベルを上げていくことで変わるんですけども、100個まで単語が登録できまして。はい、まあレベルが低いとあんまり登録できないんですが、大丈夫ですか。今映ってるかな。はい、音も出てるみたいです。大丈夫、本当にマックスのえげつない下ネタとか入ってない。おー、ね、下ネタは登録して、ね、あ、してるかもちょっとわかんないな。大丈夫、本番前みたいな。いや、大丈夫かな、うん、出てこないことを祈りつつというわけで、うん、うまいことね、単語登録してるやつが出てくれるといいんですけど、これちなみに僕の個人的なデータです、うん、はい、もう思いっきり僕のデータなんですけども、はい、あ、もういきなり出てきましたね。うん、はい、雲仙普賢岳。こんな感じでですね、なんか知的な感じだ。はい、僕が登録したことがある単語が、もし打ち込める状態だとこんな感じで出てきます。はい、で、まあこれをこんな感じで雲仙普賢岳か、まあ、早いね、打つの。早いな、こんな感じで。しかも長文を打つとダメージも大きいですし、HP も、自分の HP も回復するし、さらには、左上のですね、制限時間も伸びるので、かなり有利に進めることができます。ということで、まあ適当にじゃあ
じゃあこう続けていきます、なんか出てこないかな。あ、こう出てきました。こう登録してるやつが出てくるとこんな感じでキャリーになるので、あ、じゃあパムさん、パムさん出るかな。間に合わない、出ないですね。なるほど、はい、結構長い言葉だったら強いんじゃないですか。そうですね、長いのが打てるともう多分一撃でドンと打てることができます。初めのね、初心者の時はこれ登録してあんま意味あんのかなみたいなのがあるんですけども、おっと映像が乱れました。はい、映像が俺の力が多分ちょっと伝われた、ちょっと魔力的なものが、魔力がこぼれてた感じ、うんうん、怖い怖いということで、結構ね単語登録重要ですので、皆さん初めのうちはですね、ガンガン、まあ、初めのうちというか最初も後の方もガンガン登録してですね使ってください。魔力によって、ごめんねはい、はい、もうしないよ、もうしないでくださいです。はい、そんな感じでですね、やり込んでいくことに、自分の色にですね、まあ、単語登録を登録していくことで自分色に強く、有利な、ゲーム展開をさせることができるのがこちらの草木番長なんですけども。わかりました。はい、ありがとうございます。それではですね、皆さんにちょっとチャレンジしてもらおうかな。お、はい、お、順番に。じゃあステージはどこら辺がいいかな。じゃあ1の3、これね、主人公の妹が出てくるんです。妹、妹がすごい可愛いので。じゃあ僕がやりますか。あ、ほんとだ、くんどうぞ。妹だったらちょっと絶対あれでしょ、可愛いに間違いないでしょ。間違いない、可愛いね、可愛い。勝負じゃ、勝負じゃ、いくよ、うん、なんかもう出てる、もう出てますね。お、ほんとだ。あ、結構早いな。イエーイ、すごい。なるほど。じゃあ、イカ、イカ無視していくスタイル。イカスミ、イカスミ、イカスミある。巣がない、巣がないので上で、上のイカ、イカ、イカか、イカン、イカン、運で終わったらダメだ。運でなんで終わらない。キック、キック知ってんの本当に。あ、でも編集してるんですよ。ないわ、ないの。キックないね。キックじゃダメなのかよ。だから多分あれじゃないですか、マーク2まで入れたら、マーク2まで入れたらいけたんですか。あ、違う違う、あ、確かに KVC イエス。おぉ、なるほど。なんでキックないね。だからマーク2まで入れないから。これマックスなんでしょ。僕のですよ。これなんでないの。だからマーク2まで入れないから。そういうこと。そういうことですよ。そこまで入れたら入れてます。ああ、そうか、やられた。ニックネームだったか。アイデンティティが強い。ちなみにですね、アロマって言ったら入りますよ。え、マジで。そうだったのか。まあ普通にアロマって入りますから。ああ、そうか、そうか。終わったね。一撃じゃないですか。一撃、すごい。スワード、アイデンティティ、おー、アイデンティティを感じるね、それね。スイッチ、ダメですよ。ダメですよ、やめてください。はい、というわけで次、じゃあガッチマンも行ってみましょうか。これさっきやったじゃん。俺、今度はちょっと、ガッチマンの時にガッチ勝負ですね。よし、はい、よし、ガッチどこくらい行きました。どこ、これ、あ、しかもですね、こいつ、実はですね、意外と強いやつで、防御力が高いやつなんですよ。敵によってもですね、結構いろいろ種類がありまして、こいつは防御力が高いやつで、2文字だとダメージが通らないということで、3文字以上じゃないとダメージが、そういう仕組みがあるんですね。そういうのもあるので、なかなかの2文字やってみて。勝負じゃ。ちなみにこの最初の難関を、初心者の3人が無事クリアすることができたら、はい、お祝いがあるみたいですね。あ、ほうほう、ちょっと見てみましょうか。視聴者プレゼントとしてiTunes カード5000円分ですか。5000円。はい、あ、Google プレイカードも、はい、もしくは、こちらで、ね、5000円分
2名様に、はい、プレゼントがあるそうです。はいはい、おい、やばい、次聞くよ、これやばいやばい、一生待って待って待って、あああああ、なんだよ、自分で押してよ、なんだよ、炸裂するとこだったら見せてね、小学生か、おい、まあ、どこや、ほら、あ、ほら、2文字はやっぱ通らないんだ、何、ゼロか、防御力がすごい高いんですね。うん、あ、チーか、ねあ倒せず、もう一回、もう一回、うん、まあ、ガチさんはおっさんだから、しょうがない、でも勝ってもらわないと、はい、3人に勝ってもらわないと、うん、プレゼントが、視聴者プレゼントがなくなっちゃうんで、はい、ね、顔面2ストライク、いやもう4文字で4文字で、なんで減らせたんだよ、なんで削ったんだよ、欲しい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 さん、人の名前かな、多分いかんゲーム実況者なのに語彙力のなさがもう、ほんとひどい、欲しい、欲しいさん、欲しいさん、うん、ガッチマン、攻めない、もう一回、もう一回打てなかった、惜しい、もうこれ勝ったでしょ、これ勝てたか、勝てたか、どうだろう、いけいけ、でも強いですね、あとちょっとなのに、防御力高いですけどね、通った通った通りたい、あ、もしかしたら、まあ、今のでとどめ刺さなくてよかった、はい、じゃあ終わりにしましょう、いや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 、視聴者プレゼントがあるので、視聴者プレゼントがあるので、すみません、俺時間ずって、じゃあ、はい、最初は勘弁、さすがにそろそろ怒るね、みんな、はい、おぉ、あー、これは来ましたね、ロンからも頑張って、ロンエオヨーじゃない、エオヨーさんでもないよ、でも勝ったでしょ、勝ってればこれはね、勝ちました、もうどんぐりコロコロ入ってますから、はい、ないですね、8文字ですね、さすがに勝ったでしょ、インド勝った、はい、インド勝ち、よし、何回目だよ、すごいね、すごい時間かかっちゃいますよね、何回目だと思わなかった、これ文字打つの超遅いんだよ、はい、はい、ということでここで唯一実況者ではない方が、はい、うん、いやだって実況者ってやっぱ語彙力あるはずじゃないですか、そうですよ、だから、あるはずですから、僕らよりね、それ言うてね、あるわけないですよ、下手なプレイが、無理です、世界の声優さんなんて早いわけないわ、そうそう、ゲームも僕ら上手いし、なんか壮大な振りが、ちょっと待ってください、ね、いけたらいい方だね、この女の子お腹出てて可愛いですね、おっとそこを見てきたか、そこか、随分下のポイントで、よーい、かかじゃないだろうね、
かですね、それかーい、かーい、かーい、あー、すごい焦りますね。あ、どうしようかな。でしょ、ルル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 ルまさかの一ターンで、あれガッツさん、あれですね、ガッツマンがものすごい下手くそいっていうえ、でもそれは横でキックンさんが面白いことやってとか言うから多分、いやー、そんなことない、分かってるな、勝手にプレッシャーかかってただけだから、分かってるな、やっぱりね、はい、分かってる、さっきこれ、ね、ああツイートみたいなのに言ったんだけど、はい、キックをマーク2で出ますよ、あおーおーおーおお、打ってる人いましたね、キックンマーク2。ちなみにキックンマーク2ではないです、はい、打ち込めない打ち込めなかったと、はい、それはねえわ。というわけでですね、3人とも見事成功ということで、はいはい、それでは2名様に5000円分の、はい、アイテムカードもしくは、Google ハイプレイのカードを、はい、プレゼントということで、おめでとうございます。はい、ですね、こちらもですね、先ほどからお伝えしているプリ学恒例のですね、ツイッターの応募にしちゃう感じですかね。はい、はい、ということでですね、口先番長をダウンロードして、ゲーム画面のスクリーンショットを撮って、シャーププリ学で、ツイートしてくれた人の中から、当選者を選んじゃいますね。応募の締め切りはましょう、今日の45分、なるほど、今日の22時45分までとなっておりますので、はい、皆さん、つぶやいてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくね、よろしくね。